フティ駅はフィリピン国鉄南方本線の駅、テネメント駅、フードターミナルジャンクション駅、アルカサウス駅、タギック駅など様々な別名で呼ばれている。多くの駅と同じく地上駅でタギック州の南ルソン高速道路の東道路に隣接しており、メトロマニラスカイウェイの高架下に位置している。名称は地域を所有していた。 国家食料庁の管轄下の国営企業であるフードターミナルに由来し、この地区の多くは、アヤラランド社に売却され現在はアルカサウスと呼ばれている。トゥクバン駅から13番目の駅であり、ニコルス駅と共にタギック市内の2つの駅の1つである。駅名の通り食料庁のフードターミナルに隣接する駅として建設された。フードターミナルは、 中央食品市場のように利用されており、同時所内で市場への輸送のための視線も付設されていた。2018年、フィリピン国鉄は、カローカンデラロサカンで運用していた、シャトルラインの南側オフティまで延長して9月10日に運用を開始、北側のカローカンも12月3日に、ガバナーパスカルまで運行区間が延長されている。アイアラランド社の開発する、 アルカサウス地区や、フィリピン工科大学タニックキャンパス、サンシャインモール、タニック、パテロスクリッツ病院、国家食糧庁の資倉庫のほか、テネメントやブリスタニックと呼ばれる、低価格住宅開発地域もある。さらに離れると西ビクタンナショナルハイスクールや、シグナルビレッジなどがある。日本通運フィリピン支社も近くに存在する。南ルソン高速道路東部線で営業している。 ジープニーやフティ複合施設とつなぐジープなどがある。将来計画として建設中のメトルマニラ地下鉄のフティ駅やタギグ統合乗り換えターミナルと接続する予定である。ありがとうございます。